こんにちは、フィールドミュージックスクールの森田です。今回はドラムヘッドの種類とその選び方について、少しご紹介させていただければと思います。ドラムヘッドの種類、最初にドラムセットを、買ったり、あとスネアだけ買ったりとか、される方いらっしゃると思うんですが、そのドラムヘッドを変える際にどのヘッドを選べばいいのかっていうのがすごくこうたくさん種類があって、選びづらいかとは思うので、今回はそのヘッドの種類ですね、どういう種類があるのかっていうのと、まずは選び方のコツといいますか、どういうふうなものを選んだらいいのかっていうのを、ちょっと説明していきたいと思います。では今回は、資料の方で、ちょっと見ていただきながら、ご説明させていただければと思います。ではドラムヘッドの種類について、ご説明していきたいと思います。ドラムヘッドの種類、には大きく分けて2種類、コーテッドとクリアに分かれています。コーテッドというのは、打面の方ですね。打面に、コーティングが施されているものをコーテッドと言います。これはもう本当白いですね。ちょっとこの画面上では分かりにくいかと思いますが、白色の、形ですね。ちょっと表面がザラザラしたような形になります。で、クリアの方ですね。クリアの方は、本当にフィルム、プラスチックのフィルムが貼ってあって、透明のフィルムが貼ってあるような形になります。で、大きく分けて、このコーテッドとクリア、の2種類のヘッドが、主になります。で、コーテッドの方、どちらかというとスネアドラムに多い、ヘッドですね。使われる方が多いかと思うんですが、これは、ジャズのドラムなんかを叩かれる方は、ブラシ奏法ですね。ブラシで擦って、スネアドラムを擦って、音を出すような奏法をする場合に、クリアの方だと、どうしても、表面がツルツルしてますので、擦る音が、ならなくなってしまいます。ですので、コーテッドの、ヘッドを使う方がすごく多いかと思います。叩くだけですね。ブラシ使わないで、叩くだけっていう方は、クリアのヘッドを使われる方も中にはいらっしゃるかと思います。一般的にコーテッドの方が、多い、かと思います。ドラムヘッドの厚さについて、ご紹介します。クリアの方も、コーテッドの方も、厚さですね、ドラムヘッドの厚さが、3種類、大きく分けてあります。で、薄い方からディプロマット、真ん中ですね、中くらいのがアンバサダー、厚い方がエンペラという形で、3種類分かれています。で、標準でだいたい一般的に使うのがアンバサダー、真ん中の、サイズが多いかと思いますが、ちょっと厚めのものを叩きたいとか、厚めだからといって、ピッチが低くなるっていうわけではないので、やる音楽によってとかですね、ジャンルによって、あと歌物だとか、インストものとかでこう使い分けたりする方、僕はそういうふうに使い分けたりしてます。で、基本的には、アンバサダーが一番主流になるので、まず使われる方はアンバサダーを、ヘッドの厚さとして、使っていただいて、その後に、ちょっと厚めのエンペラーだとかディプロマットだとか、ちょっと厚いもの薄いものっていうのをいろいろこう試していただけると、いいかと思います。ではその他特殊ヘッドですね、特殊なヘッドというか、先ほど、最初にご紹介したコーテッドの中にも、ドットと言われる、この真ん中にちょっと黒いものがあるんですが、黒い、ヘッドを二重に真ん中だけしたものですね、っていうのをコントロールサウンドという、CS っていうふうに、よく、言ってるんですが、コントロールサウンドというヘッドがあります。これは真ん中のところだけですね。普通の、ヘッドの、中に、真ん中にもう一枚ドットですね、これが貼り付けてあるような形になります。真ん中の方だけちょっと厚みが出てくるので、叩く部分ですね。一番中央叩く部分が、厚くなっているような形です。ちょっとこれは、音は実際に、叩いてみて、スネアとの相性もあったりもするので、いろんなヘッドを試してみて叩いてみてもらえるといいかと思います。ちなみに僕は、歌物とか、やる場合にはこのコントロールサウンド、のヘッドを大体主に使ってます。
で、あとピンストライプですね。これは、クリアの中にもあるような形になるんですが、コーテッドのヘッドの中でも、ピンストライプっていうのもあります。同じような見た目のものですね。で、パワーストロークとかあるんですが、それはまたこれ、外側が二重になってるものとかですね。よくバスドラムとかにこう使われる、ヘッドになるんですが、このピンストライプですね。これは、クリア系のヘッドでピンストライプですと、タム、フロアタムですね。よく使われる、ものになります。もちろん、コーテッド、コーティングされたヘッドの中にもピンストライプっていうのもあります。で、ファイバースキンですね。次にファイバースキンというヘッドです。これは、ちょっと、模様がこう書かれているような、形になるんですが、ちょっと、実際の、生のヘッドですね。ちょっと革のヘッドをちょっとイメージしたものですね。革ではないんですけど、そういうような特殊な、ものをくっつけたようなファイバースキンという形ですね。というヘッドがあります。ちょっとファイバースキン値段的には少し、高めになるかもしれませんが、一応こういう大きく分けてこの3種類があります。で、一応選び方なんですが、もう本当に今ここの写真に写っているように、メーカーもたくさんあります。一番まあ有名なメーカーといえばこのレモですね。で、その他にも、エヴァンスだとか、ラディックのヘッドとかですね、いろいろな、ヘッドがあります。なので、いろんなヘッド本当試してもらって、スネアとの相性もあるかと思うので、スネアの深さですねとか、あと口径、チューニングがどのぐらいの高さにしたいのかとか、あとやる音楽ですね、インストなのか、歌物なのかっていうものでも、だいぶ変わってきますし、ブラシをやる方っていうのはやはり、コーティングされたヘッドの方がいいでしょうし、まずは、最初に、ご紹介した、通常のコーテッドのですね、ドットが何も貼ってない、このコーテッドの、ちょうど真ん中の厚さのもの、アンバサダーの厚さのものを一度試していただいて、そこからちょっとチューニングのしやすさだとか、ピッチの合わせやすさとかですね、いろいろこう試してもらって、まずは選んでもらうのもいいかと思います。で、慣れてきたら、このコントロールサウンド、ピンストライプ、ファイバースキンですね、いろいろ、この3種類も、僕もすべて、試してみて、自分に合った、音、自分の好みの音にこう近づけていったような形になるので、たくさん、ここはいろいろ試してもらって、自分の好みの音ですね、作っていただければと思います。いかがでしたでしょうか。今回はドラムヘッドの種類と、選び方について、ご紹介させていただきました。ヘッドの種類も、たくさんあって、なかなかどれを選んだらいいかわからないという方もいらっしゃるかと思うんですが、まずは、標準の、ものですね。コーテッドのヘッドに、アンバサダーちょうど真ん中の、厚さのものを選んでいただく。そこから、厚さ薄かったりとか厚かったりですね、エンペラーなど、使っていただいたりとか、あとはドットのついたものですね、真ん中についた CS だとか、周りについた、ついてるピンストライプなどですね、いろんなヘッドを試していただくと、当然ヘッドでも、音がガラリとこう変わってきますし、あとチューニングのしやすさとかも、だいぶこう変わってくるので、様々なヘッドですね、今日ご紹介したコーテッドのヘッドの中にも、特殊なもの、サイズ、厚さの違いですね、ディプロマット、アンバサダー、エンペラ、それからあとは今日は3種類、ご紹介した特殊なヘッドといいますか、こうドットがついたヘッドですね、CS、コントロールサウンドと、ピンストライプ、それからファイバースキンですね、3種類ご紹介させていただきましたが、それぞれに、いろんな、個性があります。で、これ3種類、全てできればたくさんいろんなものをこう、使っていただいて、音を、聞いて、耳で聞いて、自分の合ったものをチョイスしていただければと思います。今回この動画がちょっとでもためになったよっていう方は、グッドボタン、あとチャンネル登録よろしくお願いします。で、この他にもドラム以外にも、ベースだったりギターだったり、あとボーカルだったりですね、いろんな動画、あと先生、たちで、撮った
デモ演奏ですねとかたくさん、YouTube にアップされていますので、いろんな、動画を見て、音楽楽しんでいただいて参考にしてもらえればと思います。では、次回またお会いしましょう。さよなら。